皆さん、こんにちは。ジンです。今日一日もお疲れ様でした。ジンちゃん、ジェイちゃん、皆さん。主婦はこの世で一番美しい職業だと思いますよ。一日が終わったら食べたくなりますね。うわ、違う。飲みたくなりますね。いつもあのデロンギ使ってるんですけど、コーヒーね、エスプレッソ好きなので、お湯入れてアメリカーノで飲むんですけど、今日はちょっと特別なコーヒーを皆様に紹介したいと思います。まず、名前はタルゴナコーヒーです。タルゴナっていうのは、日本でいうカルメ焼きですね。あの、砂糖を加熱して、そこに、ベーキングソーダかな、それを入れて膨らんでいる、まあ甘い、まあおやつですね。カルメ焼き、私日本で食べたことないんですけど、私子供の時は学校の周りで売っているやつを結構食べました。好きでしたね。で、韓国は面白いのが文房具屋さんで、そういう食品とか結構食べるんですよ。文房具屋さんでカルメ焼きは売ってないんですけど、離れている、なんか言い方悪いかもしれないけど、ホームレスが座ってるようなこう歩道橋の下とかにパラソル1個あって、その中にちっちゃい機械で、あんまり衛生的によろしくないようなおじいさんたちがカルメ焼き売ってるんですよ。タルゴナね。タルゴナは、まあ、地域によって名前は違います。私が住んでたところではポッキー、それぞれの模様をここにあのスタンプとしてバーンってあの入れてくれるんですよ。で、そこにあのデコボコができるんじゃないですか。で、そこで周りをこう全部手で綺麗に取って、中身が 100% 問題がなければもう1枚もらえるんですよ。今考えてみると、だって1個10円とかだったのに、それを作るのにすごいあの夢中してたような記憶があります。とにかくそのタルゴナコーヒーはどういう意味かっていうと、砂糖とかを入れるんですけど、カルメ焼きの食材がそのまま使うわけではありません。で、コーヒーの上に乗せてるカプチーノのようなクリームをこれから作ります。で、必要なものですね、まず水、インスタントコーヒー、砂糖、終わりです。まあ大体わかると思うんですけど、簡単ですよ。1対1対1入れて混ぜて終わりです。一番大変な作業は混ぜる作業なんですけど、インターネットとかちょっと調べてみたら、400回混ぜれば出来上がるっていう話があります。多分砂糖の色は関係ないと思います。多分この原理っていうのが、コーヒーってあのタンパク質がたくさん入ってるんですよ、このインスタントコーヒーには。そのタンパク質を多分混ぜることによって、タンパク質の変形でいろいろね合わせられて、その中に空気が含まれるようななってて、膨らんでるように見えると思うんですね、その泡のように。で、それを固めるのが砂糖の役割なんで、別にベタベタするじゃん、砂糖って。なので色は関係ないと思う。あと水ね、水の量が多分一番重要だと思うんですけど、それぞれ量がわからないから多分スプーンでやった方がいいのかな。あとこれクリームを作るので、だいたい牛乳ベースの上に乗せればいいので、牛乳が必要ですね。たまたま牛乳とコーヒーがセブンのやつになってるんですけど、別に広告ではありません。ここまで言っても信じない人はいるので、こう言えば信じてくれるのかな。セブン大嫌い、ローソン大好きみたいな。はい、これから作ってみたいと思います。混ぜるコーップはですね、皆様の理解を図るべく、ちゃんと見えるやつにしました。そして大きいやつにあの準備しました。じゃじゃん、チャミスル一滴コップですね。チャミスル一本入れればぴったりになるっていう一滴コップ、ここに入れます。はい、まずね、どのぐらい入れればいいのかわからないので、この大さじね2杯ずつ入れます。コーヒーですね、コーヒー入んないので、ちょっとこのように1杯、2杯。あとは砂糖ですね。砂糖1杯。砂糖2杯。最後に水2杯ですね。1杯、2杯。ドロドロ。すっげえドロドロ。変な朝ドラマのようにドロドロですね。これを混ぜたいと思います。400回だよね。10、20。30、40、50、50、80、90、90、100、9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 0、
700. 아, 뭐, 으아, 이따, 그때, 이거. 여보에서 뭐, 에, 타다노 헬스 트레이닝근이 나지마서, 그래. 짐 이 가락 때문에 있어. 우와, 그거, 야바, 그거. 筋肉痛になっちゃうこれ。じゃあ、ジェイちゃんにちょっと書いて。嘘だよ。左の手、左手でやろう。ダメだ、これ、スピードが全然出ない、これ。いきなり全然出ない。どのぐらいかっていうと、高速で100キロで走ってて、首都高で50キロで走ってるのと一緒。ダメだ。ずっと右手でやるしかない、これ。今1000回ぐらいやったんですけど、全然泡立ちません。そのなんかトロッとしたフィッピンクリームのような感じにはならないですね。バイオニックでできなければ、テクニカルサポートを受けなければなりません。ハンドミキサー持ってきました。何ハンドミキサーってまた言う方いると思うんですけど、迷ったら、クイジナー。また広告だと思う方がいるかもしれないので、クイジナートに一言言わせていただきます。クイジナート。気をつけてください、これ。手入れちゃったらダメだよ。いきますよ。跳ねそうだな。コップ割れるんじゃないかぐらい怖いね、これ。専用カップに移します。でも、トロトロにはなったね。結構トロトロになりましたね。うまい。これうまいな。いきますよ。あ、これハイにするの忘れてた。今ローになってた。あ、もちろん。皆さん終わりました。2、30秒で終わります。簡単、こんな感じですね。もうすぐできましたね。このコップで作ろうと思ったらこれ洗ってこよう。自由に、まあ量は自由ですね。うん、今チャミスルコップこんぐらいに3分の2以上、これだったらどうかな。やばくないこれ、見て、やばくない。色が変わった。色だけじゃない、これほんとすごいよこれ。不思議ですねこれ、見て、コーヒーの、牛乳の上に浮きますね。ピョン、どんどん沈む。うわっ、やっべ、ちょうどいいじゃん今。これなんか面白いね。これ工事現場のこう家を作り直す時のこうセメントのならしみたいな感じですね。見て、これ食べてみる、これ思ってたより変な色、味が強いね。コーヒー結構入りましたからね。水少ないし砂糖多いしね。お湯じゃなくて牛乳と一緒に飲んだら美味しいかも。でも結構もう本当にパルゴナの色になってるからすごく不思議。ただこれ綺麗にするなんて難しいよね。あとどうやって飲むんですかねこれ。そのまんま、いや結局混ぜるでしょ多分。こうやって飲むんでしょ、下入れて。これストローがないと無理だね多分。でもこれこのまま飲むとコーヒーめちゃくちゃ甘いか牛乳だけの味にするかだから、これ混ぜないといけないと思う。ポン、飲んでみてください。どうかどうか、うん、飲んでみて。うん、ストローなしで飲んだ方がいいと思う。これじゃあ牛乳の味しかしない。牛乳の味しかしない、うん、じゃあ口つけて、じゃあ飲む。じゃあ一度ストローで飲んで一度直で飲んで合わせた方がいいですね。ちゃんと混ぜた方がいい。やっぱり、いや多分混ざらないから、まあ、こういうもんだと思うんですよ。でも美味しい、すごく口当たりが柔らかいですね。じいちゃんのは作ったんで、私のをすぐ作ってみたいと思います。一つ、まあ、一つずつやってみようか。まあ量も適当でいいよ、もう大体分かったんで。ほい、もうこれでいいかな。はい、いきまーす。できました。1分かからないですね。これお客さん来た時に喜ぶんじゃない、これすぐ出せるから。だからこれ多分たくさん入れても混ぜづらいから、もうもっと少しで嫌じゃん。牛乳半分、これ少し、あ、こうやればいいのか。こうやったらなんか良さそうじゃない。うわ、
じゃじゃじゃん、できました。すぐできました。これだったらいけそうじゃない？これだったらじゃん、こうやっていけそうじゃない？これ、これは混ぜちゃえば一緒だから、まあ、このまま飲むと、うん、コーヒー上飲むと甘くてコーヒー苦いみたいな、これ混ぜちゃえばいいじゃん。なんかめんどくさければクリーム作るときにある程度できたらそこに牛乳入れてやってもいいんじゃないかと思うけどね。どう？ダメかな？知らんけど。混ぜるのはスプーンでいいや。はい、クリーミーな牛乳が誕生しました。コーヒーね、コーヒー牛乳ですね。おお、めっちゃいい。おいしいですねこれ、うん、コーヒー入れてもおいしそう。これ氷入れたら絶対いいと思う。氷入れたらチャミスルは、あ、これは甘い。これは結構甘いですね。氷入れたらうまそうでしょ。うん、これアイスいいな。うん、アイスは絶対いいと思う、うんうん、はい、ということで今日手作り、機械作り、バイオ肉、テクニック両方作ってみました。私個人的なおすすめは皆さんね、できればハンドミキサーを使ってください。1分かからないですね。最近ウイルスで外でやることもないし、家で時間のロスを味わいたい、あとはジムに行かずに腕筋肉を鍛えたいという方はバイオ肉で手作りをおすすめします。ただ普通の方は機械使った方がやっぱり便利ですね。味はものすごくいいです。特にジェイちゃんが喜ぶぐらいなので、甘さ、多分女性受けじゃないかなと思いますね。で、今韓国で一番流行っている、作り方なので、皆さんもぜひ作ってみてください。はい、今日はここまでにします。皆さん、おやすみなさい。